マスター、マスター、よろしいですか？はしゃいでしまうのもわかりますが、そう廊下を走るものではありません。日頃からお行儀よく、礼節あれ。荒ぶるのは敵を懲罰するときのみでよいのですよ。元気なことは何よりです。ですが、やはりお行儀は忘れずにいてくださいね。この私と契約を結んだマスターですから、あなたはいわば源氏の嫡流のようなもの。それ相応の良き振る舞いを心がけるように。さて、今日は何やら素敵な日であると聞きましたが、どうです？どなたからかチョコレートはもらえましたか？まあ、まあ、それはそうなのですね、そうなのですね。いえ、その別に。母はあなたの寂しさと悔しさ、切なさをとても悲しく思いますよ。嘘偽りなく。バレンタイン、バレンタイン、ああ、それは思い通じ合わせる人々の特別な日。仁も義も礼も智も信もあるでしょう。いわゆる愛なるものもあるでしょう。あなたは間違いなく全てを得ています。多くの英霊に慕われている。大丈夫、皆恥ずかしがっているだけなのです。何も心配いりませんよ。よしよし、あなたはいい子です。一つももらえなかったとしても私がいます。この母がいますからね。さあ、気を取り直して、マスター。母からの贈り物です。他の誰かからもらっていようと、もらえていないと、母はいつもあなたを思っていますよ。わかりましたか？わかったら、はい、こちらを。東西風の料理なども習っているのです。カルデアの皆さんは親切で良いですね。慣れないものには多少の難があるものの、このためとあらば苦ではありません。どうぞ召し上がれ。ああ、できればそうですね、味の感想などいただければと思います。たっぷりと、それはもう時間をかけて。